できいない自や、分アウのトにプットにね。関しては、もういくらでも話すことうん。あるけど、まあ、僕もですね、職場で何してたのかなと思い返すと、僕は、まあ、患者さんにもね、今、斉藤さんが言ったように、患者さんにもうまくこう説明することをよくやってたんですよ。これ何々靭帯が今、傷んでるんで、とか。うん。まあ、そういう、できるだけ詳しい説明はよくしてたけど、それ以外にも、理髪室長だったので、その部下の人たちに、なんか教えるっていう時間作ってますね。その業務内に。もういいですよね。うん。その教えることで初めて、うん。本当に自分の足りないものも分かるし、自分の頭の中も整理できるし、間違いないですね。うん。そういうのはよくやってたなぁ。うん。あとは実習生ですよね。ああ、実実習習生生来ね。た時に、まあ、実習生に教えるのもすげえいい勉強ですよね。逆に教えられることが多いけど、なんか忘れてることがいっぱいだし。ありますね、本当に。うん。実習生はもう毎回引き受けてましたよ、だから。ああ、僕もいましたね。めっちゃ勉強になるんで。常に実習生が戦力でしたからね、うちの最初の就職先は。わ かる。それやっていいのかな。いやいや、うちは物量ばっかりなので、ああ、そうだよね。ホットパック100個作るっていうのがまずあるんで、ほう、そうなんですね。誰それさんのは、ホットパック何個どこにつけるみたいなのを全部覚えていくみたいなのがあるんですよね。儀式が。ああ、儀式あるんですはね。ああ、なるほど。い。あれ来たなと思ったらこうバー作って。あ、そうですね。やったやった。めっちゃ作ったわ、俺も。懐ホットかしパックね。もう懐かしいね。めちゃくちゃ作ったな。ああ、そうだな。じゃあ他のアウトプットなんかあります？じゃあ、普段の業務中にできることっていう話を今しましたけど、じゃあ帰ってきてから、どんああ、なアウなるトプッほど。トするみたいな。アウトプットする。これももう一番勉強になる方法は、もう実際やってますけど、まあ、本を読む、参考書を読むじゃないですか。参考書読みますよね、絶対。医学書。ね、医学書読むと思うんですよ、絶対勉強しようと思う。ジャーナルとか。読んだジャーナルを、自分が、じゃあ、講義をするスライドだと思って作ります。要点をまとめる。スライドを作るんですよ、僕おお、は。あ、勉スライ強ドし作るんなすか。がらスライドを作る。ああ、すごい。そしたらめちゃくちゃ、覚えますよ。理解できます。ああ、なるほどね。文字で入力するっていう作業もあるし、それで覚えるのもあるし、やっぱりまとめる、全部書くわけにいかないじゃないですかね。このページに書いてるのを要約するってことは自分の頭に入れて、取捨選択したのを文字に落とす、文章とか絵に落とすので、それをね、やってました。ああ、なるほどですね。誰に発表するわけでもないけど。溜まってきたらどっかでなんか、病院内でやろうかな、みたいな。一人職場の人であればできないですけど、まあ今やったらそれをまあブログに落とすとか、SNS 投げるとか、でもいいと思うんですよね。まあ権利の問題とかもあるけど。それをやってましたね。なるほど。それ確かに、手間はかかるけど、良さそうですね。手間かかるんですよ。でも、身になりますよ。なるほどですね。読んでるだけじゃ多分理解できてないと思うんですよね。そうなんですよ僕はね。そうだったんで。わかりますね。僕はそれそしての、ました。なんでアウトプットがいいかっていう話、ちょっと、戻したいんですけど、今、斉藤さん言ったように、読んだだけじゃ理解できないっていうね。本当によくわかるんですよね。そのアウトプットすればするほどそれわかりますよね。わかり読まんです。も理解できてないなっていう。見で、てるなだんけでです。かっていうと、その記憶って要は何のために記憶してるかというと、アウトプットするために記憶してるわけであって、なんかインプットするために記憶してるわけじゃないと思うんですよね。